一つ見てみたいなと、まあ、一つだけじゃないんです、全て見てみたいですよ、ね、競技種目非常にたくさんありますからね。市民体育祭、陸上競技、水泳、サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボールやレスリング、ソフトテニスはもちろん、相撲、バドミントン、剣道、空手、ボーリング、そしてですね、少林寺拳法、これも行われる。見てみたいですね。あとボールルームダンスとかローンボール、こんなものって言いますかね、こういった競技も行われますので、また見どころ満載の市民体育祭になるのではないんでしょうか。ちなみにこの少林寺拳法なんですが、第二小学校体育館で10月6日に行われます。